はい、えー、今日は、あ南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意ということが出たということで、ちょっと解説をしようと思っておりますが、もうなんかこれで注意しなきゃいけないのはですね、皆さん注意しなきゃいけないのは、えー、近々巨大地震が来ますよっていうふうなことを触れ回って、さらぐ馬鹿が必ず出てきます。 えー、であの地震予言地震予知っていうができるっていう人がいて何月何日に、えー、地震が来ますと、うん、私のあの老実で出ましたとか私の占いでそう出ました皆さん注意してください避難しましょうみたいなことをまあ YouTube で言うばカかがかん出てきます。であとはもうまあまあ まあこれは本当は今回ねこれやろうかなと思ったんだけど毎年9月になると東京に大地震が来て東京が壊滅するぞっていうことを言い出すイとか出てくる問題っていうのがあってこれは本当はこれをやる予定だったんでえだったんですよ実はえこの動画撮ろうかなと思っててっと準備進めておいたんですけどもこっちの方ちょっと。 基本から言うと、ああいうことを言う、ああいうことを抜かす人たちを信じてはいけません。ですが、皆さん言ってたくださいきっぱりいますあの。地震予知ができるとか、よ地震の予想ができる、占いができるってやつを信じてはいけません。ああいうやつは大体いい阪神大震災も東日本大震災も能登の大地震も予測はしてませんから。 えあとはとなって言ってたって考じないです。あとはとなって、実はあれは、みたいなこと言ってるらしいんで,、ね、で、あの、もう、聞く耳持たない方がいいです。大体う、まあの、惑わされないようにしてください。で、まあ、これで、まあ、これもめんどくせえのがさ、あの、これがまた一部の週刊誌でまた、不安を負ったりするんだよな、ね。まあ、それが商売だからしょうがねえんだけど、まあ、だから、これま、まあ、 皆さんちょっと冷静になっていただきたいということで、まあ、今回動画を撮っております。で、今回何が起きたかっていうと、まあ、南海トラフ大地震っていうのが、これだってさ、最近言われたんだど南海トラフ大地震って。<laughs> あのー、東日本大震災が起きた後から言われ出したんだとこれなのだって。あ南海トラフ大地震って何かっていうと、まあ、東日本大震災みたいに、その、複数の、まあ、断層ですね。これが1、あの、普通だったら、あのー、 一箇所揺れました。あと何年かした後でもう一箇所揺れました。<coughs> 何年かしたっでもう何箇か所か,か,か別なところ揺れましたっていう地震なんだけど、東日本大震災って、あの三陸沖から茨城県沖までにあるあの断層帯が、あの日3月11日に一斉に全部揺れちゃったんですよ。ずれちゃったんですよ。 だからあれ、あんなに揺れが長かったんですよ。連動してたもんで、ど、ど,どれが先に揺れたかわかんない。だから三陸沖から揺れ始めて、ずれ始めて、普通だったらそこで終わるんだけど、終わらずに宮城県沖の炭素まで連れて、影響を受けてずれ始めて、それなりに茨城県沖までずれて、福島県沖までずれ始めた。で、3分くらいガタ,ガタ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 揺れてたわけです、あれは。 ああいう地震が何,何,何百年間に一回来ますよっていうのがまあ記録で残ってます。で、これと同じようなことが起きるんじゃないのっていうのが南海トラフ大地震っていうのがあって、えー、南海トラフ大地,大地震想定域ってのがあります。ここ南海トラフっていうのはこういうふうに何個あるんですよ。で、あの今一般的にマスコミが不安をおるがためにですね、一生懸命騒いでるのが、 こう南海トラフの断層帯が一斉に揺れる、まあ、東日本大震災の時のように、えー、断層帯があの同じ日に同じタイミングで段階的にずれるっていうのを言ってるの。 どっちから先行くか分かんない。だから分かんないよ。端っこからダダダダダダダってなるか真ん中からここからまずここが芯に最初のずれ始めたところで残こう両側に影響が出てダダダダダってずれるかです。でまずもしか東海ここが揺れてから次東海地震の方が揺れてドドドドドってなるかっていうそれが3つどれか分からんっていうので。 あの気象庁はこのように地震計とかひづめ系とか沈めて観測をしておるわけでございますが、えー、ですただこれがですね、まあ、一般的に今ずっと言われてたことなんですが、えー、この巨大地震注意とは何かっていうと、ふ、まあ、普段より巨大地震が発生する確率が高くなりましてよってだけの話です。えーです <laughs> でこれで巨大地震注意だから、この上に巨大地震警戒ってなんですよ、巨大地震警戒になってくるともっとやばいんですけど、巨大地震注意ですから。 えっと発生する確率がただ、ふ段よりも高くなっ一段高くなっただけですよという話だけで,です。で、まあ、これ明日か、にしたか、あし発生するのか、2週間後に発生するのか、来月発生するのか、はたまた来年なのか、そも10年後まで待たされるのか、えー、これは謎であるということです。とにかく、うーん始まったぞっていう、気象庁がただ宣言しただけです。この南海と いずれ起きるであろうというのは前々から言われております。南海トラック大地震が起きますよってのはあります。ただ、このスタートが切られた切られましたよっていうだけの話であって、えー、スタートが切られました、切られた可能性があるって言っただけの話なのです、ね、<laughs> うん、だから、これ自然相手のことだからどうなのか分からんです。だから、阪神、だから東日本大震災みたいに、あのー、一斉にダー,ーって揺れてたらもう大被害を 及ぼすかもうここ太平洋ベルト地帯ですからこ,こ,こんなとこに大津波来たらさ日本終わりますからね。日本が終わるかこっちが活況停止してこっち死んじゃったからこっちこっち今まで裏日本とか言われてた地域が頑張って、ね、あのこっちからみんな逃げてきちゃってこっちで人口が増えちゃってってなる可能性になるか分か,ん分からんのですが。えー ちょこちょこずつしん揺れた、揺れた、揺れた、揺れた揺れた、揺れた揺れたってなって、大した地震被害が起きなかったかって、それどっちかなのであります。で、これ、どういう、まあ、これ、分かりやすく説明いたしますと、まあ、この巨大地震注意っていうのが、普段より巨大地震が発生する確率が高くなったって、どういうことかっていうと、どの程度のものかっていうのをこれから説明していきます。いいですか、あのまずですね、おびくい状、普段1本引いてましたと、神社でお寺行って。ね。 で、今回は5本引いてみようと。500円で。えー、500円の神主さんの渡して、あの、500円で、おみくじを5本引いたと。これだったら、大吉が当たる確率が高くなるでしょうって、それだけの話でそ、そんなもんです。だから、普段は1本、おみくじを1本引きますね。ね。えー、で、それでは、あの大吉、小吉,中あ大吉、中吉、小吉、末吉、 えー、今日、大今6つあるあ、6つあるわけですけども、えー、このうちから、まあ、おみくじを1本引いて、大吉が当たる確率ってたまあ大体そう当たらないんですよね。実は大今の方が当たらないって話があるんですけど。で、えー、っとね、 ただ、その時に、普段は1本引くんですけど、今回は大吉を狙うために5本引いてみましたっていう、ね。そしたら大吉を当たる確率が高くなるって、ちょっとその、そのだけの話であります。えー、もしくは、あの、普段より車を運転する機会が増えたので、警察の取り締まりになる確率が高くなったっていう、まあ、そんな感じであります。 もっと、本当は例え,例えのも不謹慎な感じで例えますと、パチンコ行きますよね、パチンコ行った人がですね、普段ならですね、100円で25発でパチンコで打つ人がですね <laughs> 当たり、大当たりする確率すごい低いんですけど。 いつもパチンコって言ってたかね、えー。今、今の時100円で、100円でパ貸し玉25円でパチンコ強いやつはほとんどにいないんだけど、<laughs> いないんだけど、今500円がメインだから、目で視野歴だから今。いや今回500円、500円で、えー、突っ込んでみようって言って、えー、普段よりも5倍ですね、125発、えー、出してですね、えーそ、そっちの方が大を大当たりが当たる確率が 高くなりますよって、そんなそんな感じですえ。そんな感じです。うん、はい。でだって、だって確実だって25発より125発の方があの多いわけですから、それよりあの、ね、あののね着火台に入る回数が多くなる、チャレンジする回数が多くなるわけですから、それなら当たる確率が合いですよ、あるですよっていう話ですね。うん、えっとね、で、これがね、あの、 鉄オーター的に分かりやすく言うと、東京駅に1時間たたずむのと、東京駅で5時間たたずんでたら、ドクターイエローが当たる来る確率とか、ああ,あいう確率が若干上がるかなっていう、そんな感じです。<laughs> そんな感じでございます。えー、あとね、もったいないけど、東京でズニーなんで行くじゃん。 東京ディズニーランド行って、ディズニーリゾート行きますよね。えー、ジャンボリミッキー見ますよね。ジャンボリミッキーを、で、あれ、1日何回なんだかなジャンボリミッキー3回、5回くらいあるのかな えー、ジャンボリミッキーを1回だけしか見ないっていうふうに決めてた人よりも、えー、ジャンボリミッキーを5回全部見るとって言った人の方が、おめえあてのお姉ちゃんにああ当たる確率が高いわけですよ。ジャンボリミッキーのお姉さん。もう,もう,もうすごい一番人気の人いなくなっちゃったんですけど、まあ、他にもまだいるんで、なんとかお姉ちゃん、なんとかお姉ちゃんとかいますけど、えー、<laughs> あれでも同じ日だと同じ人しか出てこないのか。あだったらあれだよね、あのー、ね月1、月1東京ディズニーリゾートに行って、1日滞在してジャンブリミッキー見て、お目当ての姉ちゃんに当たる確率よりも、えー、毎週毎週、ね、毎週毎週、まあ、だから4回、週末4回、5回、えー、ディズニーリゾートに 出かける人の方が、えー、お目当てのジャンボリミッキーのお姉さんに当たる確率が高いんですね。<laughs> まあそんなもんよ、だから、そんなもんよ、だから、そんなもん。当たったらラッキーだけどそんな5回、5回行っ,っても当たらない人っているんだから、だってあ。まあいい、当たらない人っても言んだから、推しの目、推しのお姉ちゃんに当たらないって言うんですね。あーって、でて感で。5回も通ったのに、みたいなさ、やめてましたっていう感じが、だからね、やめてましたって可能性もあるんだよ、だって。 うん。通ってんのになかなかにもう10回通ってもいないからあるぜみたいな感じだったらあのインスタ開いたらインスタ開いたらやめましたって <laughs> やめて今宮崎にいますとかですね。あ、ジャンボリミッキーのお姉さん、一番人気のお姉さんが今行ったところが本から震源てなんだよね、震源が近いところなんで心配なんですけど、どうなんでしょうかね。えーでね で、ハロータ的に分かりやすく説明しますと、ハロータ的にね、えー、今、ハロプロコンサートを行っておりますけども、ハロータ的に分かりやすく説明しますと、ハローコンのピーナップポスターを、ピーナップポスターってあるんですよ。あの,ーあの、要するに誰が出るか分からねえよっていうイメー、ハロイメーメ六64種類あるんですよ。あれ調べたら。<laughs> ハロプロピーナップポスターってあるんですよ。あの、だ, B だ,だいたいね、A4 番ぐらい大きさなのかな。あのー、 写真があるんだよ。ポスター、写真があるんですけど。えー、っとね、あれがね、誰が出るかわからねえっていうんですね、非常にリスキーなグッズがあるんですよ。64種類。えーで、これをですね、えー、10枚購入していた、今まで10枚購入してた人が、えー、今回は倍の20枚を購入してみましたっていう、 でそしたらば、推しを引き当てる確率が高くなるでしょっていう話です。10枚だったら、10枚よりも20枚買った方が、押しをしのメンバーを、えー、引き当てる確率が高いだろうっていう、ね、それでも当たら,あの当たらないといけないので、もうこれ、世間的に言うと、プロ野球チップスを買って、あープロ野球チップスってまで売ってるのかな？<laughs> プロ野球チップス売って、プロ野球チップスを10個買って、 や20個買ったやつでは、推しの野球選手のカードを引く確率の方が高いだろうって、そんな話なんだけど、その程度のものです、だから、うんあ、もしくはあのリリーベに1回だけ行ってた人が、えー、今回は全部行くことにしたので、えー、その優先エリアの整理券を1番を当てる確率が高くなるっていう、それだけの話です。 だって1回しか行かない人、例えばリリーベが10箇所でやれるとしますね。お茶ノーマが今度やりますけども。うん、えお茶ノーマなり、ビヨンズなり、椿ファクトリーなり、まあやりますけど、えー、これがですね、あのー、モーニング娘。さんあれやるのか、あの全国同時に見送るかやるのかな、今回。でね、えー、っとね、<laughs> やるって聞かないな、でもな。まあいいや。で、例えば、優先入場券、優先入場券ってあるんだよ。で、 あれの、まあ、ああのー、整理番号1番を <laughs> 引く確率が高いぞっていう。だってそれじゃね、入る確率が多い、行く確率が多いから、1回しか行かない人と、1回しか行かない人よりも10回くらいかえってる人の方が、やっぱり整理番号1番引く確率が高いじゃないですか。まあ、あそんな、それもありますし、えー、ライブハウスツアーがありますよ。で、例えば、まあ、お茶のおまうと、椿ファクトリーと、えー、だっけ、あと。 まあ、ありますけども。で、その、例えば、椿ばきワクトリーの、まあ、ライブに行きますよね。全部ライブハウスツアーですから。えー、1箇所しか行かない。1箇所しか行かない。むしろ1公演しか入れない人。ね。まあ、その人はその日の昼夜2公演入れる人がいます。で、この人よりもあ、全部入っちゃう人っているじゃないですか。<laughs> 追っかけて。 椿ばワクタルが大好きだと。ね。あの、サニコが大好きだ。えー、リトキャメが大好きだ。あの、ドイシムラが好きだっていう人がいた、いて、追っかけるぞって。全国を筒だだの丸ぞ。椿ばワクタルで、ともに丸ぞっていう人が気合い入ってる人がいるわけですよ。この人の方が、整理番号一番を、あの、要するにあの、ライブハウスですから整理番号来ますよね。整理番号一番を引く確率も高いわけです。 ねいかまあ、だからそういう、それだけの話です、だからか確率が高くなったってそ、それ程度のものです、だから。 だからどういうことかっていうと、当たるも、当たる、当たる確率もあるし、当たらない方、当たらないことだってあるわけですよ。だから、こんだけ椿バ鳥ル全部入れてんのに、全部整理番号が100番台とか200番台とかって、ふざけんな、この野郎、XC 入ってんねこの野郎、みたいな、あるわけじゃない。で <laughs> も俺何、何のために SC はセカイとか入ってんのなんとこの、ここの、この番号はなんだっていう人がいるわけだし。ね。 え、ね、お茶を飲むまでリリーフ全部入ってるのにも関わらず、どこ行っても CD 番号一番が弾けないっていうで。えー、あらーみたいな感じで、あのー、もらえるんだよね、あの、CD 予約すると。これ入場券でーすとかって。 これお見送り、おり券です。これ入場券です。って番号を送ってあんだけど、大体あの386番とかです、ね、<laughs> こんなに人来んのかみたいな。<laughs> 毎回386番とか157番とかですね、226番とか、まだ微妙な数字ばっかり来るんですよ、ね。<laughs> だからでも 1, 番取って1番もらえる人が必ずいるわけですからね、あれで必ず、ね、どこの現場の一1番って人がいるわけですからね、えーまあ、そういう感じでありますが、まあ、重要なことは何かっていうと、確率が高くなって当たったとしても、その手があるために準備をしておきましょうって、だからそんな話です、だから、あのデマに惑わされることはありません、で必ず来ますってのは、来ます、来ますけども、いつ来るかわからないんです。 さっきも言った通り、明日来るのか、2週間後なのか、来月なのか、また来年なのか、2年後なのか、10年後なのか分かりません。でも、必ずこれは発生しますよっていう、まあ、気象庁が発生するかもしれませんよっていうだけの話なんで、こっちにお住まいの方は何をしたらいいかっていうと、別に今、買い占める必要はないんですよ、別に。 別に今買い占めたらしょうがないんですよ。走ったって電池を買いに行ったってしょうがないんですよ。もうすでに始まってるらしいんですけど、まずやめましょう。まず、あの、電池を買い占めるとか、まずやんない方がやめ、や無料な騒動を起こすんでやめてきまし、やめるのと、あの、今のうち生活資金は確保していきましょうっていうのもまずやめた方がいいです。今できることからでいいですから、し少しずつ、えー、備えをしていくという。 これが一番重要であります。えー、だから私がおすすめするのはですね、あのー、あれだよね。まずね、必ず持っていかなきゃならないものは、まず、あのー、すぐパッパって出れるように、あのー、重要なものは、あのー、一箇所に集めとくっていうのが一番いいんです。そうですね。それでね、えー、災害用にね、 いや本当に災害用にね、まあ、だから3日か4日、まあ5日分ぐらいの下着とか、買いの下着とかですね、アンダーウェアみたいなのと、まあ、帰の洋服みたいなのがいいのかな。うん。まあ、それをゴミ袋に入れとくんですよ。<laughs> じゃあ、ゴミ袋。<laughs> でもう無造作でバーンって入れとくんですよ。バーン <laughs> でそれはあの持ち出しやすいいところに置いとくんですそれはあの、まあ、もう玄関に置いちゃってはまずいんですけど、まあ、もう本当にあにパッと取り出せるようなところに置いとくっていうのが一番いい。ゴミ袋いいですよゴミ袋はいいですよゴミ袋って意外にねあの容量が大きいのでねあのいろんなもの入りますよだからその中にだってだから衣類,衣類も入れればいいしその衣,類に衣類のど真ん中に食器類を入れとけばいい干渉剤になるじゃないですか。<laughs> だから、あの、衣類入れます、下着類とか衣類入れますよね。まあ、でも一切外側をいい、まあ、着替えですよ。まあ、5日分ぐらいの着替えを。で、真ん中に下着を入れておきます。わからない、見えないように。その真ん中の下着のところは、さらに真ん中に、食器類を入れておきましょう。食器類。まあ、だから、食器みたいなやつだからまた、もっあるだろう、いろいろ、なんか、避難所で物をもらうとうか食器いらないか。 で食材の真ん中で食料、缶詰とか置いとけばいいんじゃない入れとけばいいんじゃない缶詰とか <laughs>、うんあのーうん。水入れるパックとかね。うん、あと重要なものとかあですね。だから真ん,中真ん中だけ隙間を置いとけば、うん、もし追加で物を突っ込む時にバカバカバカバ,バ,バってゴミ袋に突っ込んで、それでゴミ袋持って行け,行けば行くわけですから、避難所まで。 まず、とりあえず、いざという時に、まあ、とりあえずこれだけ持っていくものを、まだ今からリストアップしておいて、それをちょっとずつ、ちょっとずつ今から準備しておきましょうっていう、まあ、防災袋持ってない人はいいんですけど、防災袋持ってない人は、もうゴミ袋が一番いいです。指定のゴミ袋、もう、半透明のビニール燃えるゴミの燃に、あれ、結構、容量入っ入りますから、でかいやつ、結構入ります。あれの中に、もう、今から準備しておきましょうと。 丈夫だしな、あれね。ゴミ袋ね。で、ゴミ袋ね、あのー、で、避難所着いたらね、ゴミ、あの、必要、生活費付金出すでしょそれも、そのままゴミ袋になります。ゴミ袋になりますから。あ,あれ、この便利なものあえないので、まあ別に、皆さんやっておいてください。まあ重要なのは、まず出前流されないことです。だから、必ず出ますから。 これあとで私あのー、毎回この時期になると東京のオーディシンが来るっていう騒ぎ出す馬鹿いるからそれに対して何か言おうかなと思ったんだけどあの来ないよっていうん <laughs> そのあの予、ー、言者が言ってる日には絶対来ません。 あの、<laughs> 来ないと思ってください、まず。大体ね、今年の7月にも、東京に大地震が来るからなんだって騒ぎになって、なんで言ってなかったっけ ?7 月日25日かに大地震来ますよみたいなこと言ってたよとか言っ,た,か言ったような気がするんだけど、来ませんでしたよね。だからね、あれが、でもく、あれね、あれで,今です言い訳でね、いや、実はこの地震のこと言ってて、1ヶ月たずれただけで、1ヶ月ぐらいの誤差は、誤差の範囲ですとかって絶対言うと思うよ。 <laughs> 言うと思うよ。<laughs> うん。まあ、いいんだけど、うんまあ、とりあえずこっちの日がなだの人。まあこれ注意していただきたいのは、こんな何回叩くよりもあの今これがね。 気象庁が言っとる1週間以内にまた同じ大きさのものが来る可能性があります。余震なのか本震なのか分かりません。えー、今、今日揺れたのがあ前震だったら次必ず本震が来ますからこっちの方は警戒しておいてください。あの熊本地震の時ってそうだったんですよ。あの熊本地震って一,一番最初揺れたんですよ、ドンって。ドンってやったらみんなあれ本震だと思ってたんですよ。うん、本震だと思ってたのに3日後ぐらいにさらに大きいものが来て被害が大きくなったんですよ。だからそれが あの経験を怠らないいでください東日本大震災の時も実は3月9日に同程度に大きい地震が来たんですね実はあれ今知られてないんですけど3月9日に大きい地震来たんですよ震度6弱ぐらいのやつがあの岩手県で震度6弱とか三陸沖で地震が起きて。 我々の時みんな我々また三陸沖だよとか言って <laughs> で、で、津波警報出たんで、あの時も一応。1メートルぐらい来なかったのよ、あんあの時の。確か、あの時ガタガタガンだけ出たのに、1メーター、大きいとこで1メートルだけ来なかったのね。フォルスで2日前。 まさかあの,あの2日後にあれを上回る大地震が来るとは誰も思ってませんでした。だから、それで、それで 3, あの3月9日よりも6倍も10倍もの大きい高い大きい津波が来るのは誰も予想してませんでしたから、だからあんなに被害が大,大きかったわけです。結局、あれはあれそうなんです。あのそのだって2年前にもチリチ地震津波で津波警報出て1メ,ートルしか1メートルちょいしか来なかったんですよ。 その,その2日で3月2011年の3月9日でも大地震が来て、前震みたいなのが来て、津波警報が出て、えー、出ても出たところで1メー,ターしか来なかった、1メー,ターしか来なくて、最大で1メー,ターですから、1メー,ターぐらい来ますって言っても、1が7 0センチとか5 0ンチぐらいしか来なくて、みんな高く食ってたんだなんで2日後に起きた時きも。 最初津波警報,最初大津波警報が来たんだけどみんなは大体1メートルぐらい来ねえだろうと思っててでわざわざ海まで見に行った人いるんだからそんで。 海まで見に行って、大津波警報が出ましたって、6メーターぐらい来ますってようやく逃げたんだから、そんで、ようやく逃げたんだけど、じゃあ、大津波警報なんてだっ,ってあんなもん、あんなんて、ってい大きいの来て流された人いっぱいいるんで、え、ぜひ皆さんですね、油断なさらずに、今回、日中が長近辺の方、油断なさらないように、まあ、1、2日、3日ぐらいは、まあ、持ってる、余震でも大きいの来ますから、はい。これは注意しておきていただきたいと思います。はい。 まあそんな感じでございまして、南方6時時に臨時情報で出たので、もう今回ちょっと動画を撮っておりますが、あ普段よりも、えー、確率が高いよっていうだけの話です。だからあの確率が上がりましたっていうだけの話ですから、えー、そんなにあのー、まあ、昨日までよりはちょっと頭の片隅に、 いつ地震が来てもおかしくなおいやの時のことをまず常々考える人になっていただければ大丈夫かと思います。はい 皆さんこれからも、だから、うん、で、まあ、何度も言いますが、えー、何月何日に大地震が来ます、何月何日に南海トラフが動きますっていう人がもっと YouTube で、えー、騒いでたとしたら、えー、惑わされないでください。絶対来ません。<laughs> 当たりません。<laughs> 当たる確率、これ、あ,あ,れ,あれ、言っとくけどね、南海トラフ大地震が来る確率よりも、あの、あの、なんか日,日付を区切って、あの、何月何日に南海トラフが。 揺れるっていう人が言ってるのが確率あれは適中する確率の方が低いです <laughs> あれはかなり低いです <laughs> それぐらいです <laughs> それぐらいそれぐらいですって言って <laughs> あれあれよりもああい,ああいう占い師が予言,予言者だって言ってる人があの言っていることよりも、えー、こっちの方が若干高いよっていう <laughs> 作の話でありますから、えー、です 大抵そもそもねこの地震で今あの大パニックになるぐらいの、えー、騒動になってたとするならすすでしょあの本当にあの「いや地震が来るぞ」って言ってみんな買い占めした方がいいよーとか。 近いうち来るよーって言って大騒ぎになるぐらいだったら甲子園やらないって明日 <laughs>。甲子園中心するってだってどんぐらいやらないってあるんだからやべえんだからやべえとこに立ってんだから甲子園甲子園やらないよんでうん。あれ中日戦中止だよ。中日戦とあとなんで名古屋グランパスの試合中止だよ。あとあとサンチュレ・ファーサークレッジ広島とか大阪ガンボ大阪の試合とか全部中止だよ。 やりなりません。って <laughs> なりますよ。よ、えー、そうなってないところを考えると、皆さん冷静に考えた方がよろしいかなと。思います。はい、4日からですかし？あと、別はね。宮崎これから観光旅行行く方もキャンセルし。あーっと声が合わせてキャンセルしちゃう人いるんだよね。 やばいって言って、宮崎に旅行行くのに、もうやばい、危ない危ない危ないって言って、キャンセルしちゃう。まあ、それどころの詐欺じゃないんだろうけど、旅館の人がすいません、あの、キャンセルにしてくださいに。旅館、どっちだかっちゃって、ちょっと大変なんですって言うんだったらキャンセルしてもいいけど、旅館の方から別に何も言ってこなかったら、別にキャンセル、こっちからキャンセルする人ないと思うんで、ぜひ行ってあげてください。あのー、大変なんで。 うん、今多分キャンセルいっぱい入ってると思う。だから旅館の方からすいませんって謝られたらしょうがないけど、それなかなか本館ちょっともう建物亀裂が入ってやばいですとか、あのー、ね、食器がガチャガチャになっててぐちゃぐちゃ割れちゃったり、お客さん案内できる状態じゃないので、今週末ちょっと勘弁してくださいって言われたんならそれはしょうがないけど、別に旅館とか宿泊側の方から何も連絡がなかった場合は行っていいと思いますよ。別にそれは行く。行っていいと思いますっていう、行くべきだと思います、それは。 行観光別にそんなになんか今回でも建物だからまああれなんだけどまあどのぐらい被害出てるかわからんのですが、まあ、まあ死人が出たっていうのはまだ聞いてないのでまあ、大丈夫なこの辺なんかも別に高知なんか特にね高知なんかで、ね、じゃあこの辺はあれなんだけど、まあ、高知とかさあの和歌山とか三重とかこの辺ですよね。 あこの辺、ね、なんかさ、あの、やば、危ないって言ってさ、勝手にこっちで、じゃあ、やべ、これなんか、なんか、臨時情報出て,て、やばい、危ないかもしれないって言って、キャンセルしようって言ってな、あれやめた方がいい、やめ、これ絶対やめてください、これは。あの、だからさっきも言った通り、<laughs> さっきね、さっき言った通り、確率がちょこっと上がっただけですから、ね。上がったって言っても80、80%の確率とかじゃないんで、本当はなんか,何パーセントか何パ、何パーセントか何パーセか何になっただけのはずなんで、です。 であなたが別にあの身構え、まあ、大丈夫だっても、旅館がちゃんとそういうの、ちゃんと避難誘導とかしてくれるから、こっちの旅館でこう手慣れてるから、そういうの、もう訓練もされてるから、それは、もう、それはいいとしてだ。うん、だから別に旅行行っても、まあ、構わないと思いますので、まあ、キャンセルーしないでいただきたいと思います。 はい、ええー、ねせっかくの旅行なんで3連休盆休み旅行なんで規制まあ規制はあるんだけどこの辺に実感があるなんていう人はみんな規制しちゃうと思うんでいや今回は規制やめますわみたいな、ね、<laughs> 向こうの方から来ないでくていいわってや言われるのかね危ないから今度ええでみたいな,たいな <laughs> 言われるのかな言われる人がいるのかなでも俺行った方がいいと思いますけど別にだって、うん、こんな。 惑わされないの。だから、ね、だから確率はこんな程度のもんです。だからい、おみくじ1本引いてたよりも5、おみくじ5本引いたのが大口が出る確率の方が高いぞって、それだけの話ですから。<laughs> うん、あもっとわかりやすく言うと、えー、宝くじを100枚買った人より、 100回、100枚は買ってたんだけど、今回300枚は買ってみましたって、1等前後賞が当たる確率のが若干高くなりました、その程度のもんです、<laughs> その程度のもんです、えーはい。ですから皆さん、明日から冷静に、えー、皆さん、暮らしましょう。<laughs> 以上です。